はい、皆さんこんにちは。朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今回は初歩のラジコントレーニングのお話になります。前回前々回でストレートの走り方とか8の字の走り方、同じところをこうぐる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 回るコーナーの丸く回る走り方とかですね、まあ、そういったことを今までお伝えしてきたんですが、今回は少し先に進んでスラロームとストレートの複合の実践的な練習方法についてお話ししようと思います。本当であればこちらの第1回の時に言ったように、こちらのまさみ道場の DVD のに沿ってですね、動画の方を作っていこうと思ったんですが、なかなかこちらに、出てるものがちょっとですね、僕がこうやるには例えばこうパイロンがものすごくたくさん必要になったりとか、あとこうアングルをいろいろなところにやったりとか、ちょっとですね一人で、やるにはちょっと大変な感じになっちゃうかなということで、自分なりに、方向転換という形でですねやることにしました。今回ご紹介するトレーニング方法は、実は僕が、タミグラに出てた時代によくやっていた練習方法で、すごく実践的な練習方法だと思います。当時はですね、M シャーシを使って練習していた方法で、当時パイロンですねこう置いて、やっていました。パイロンもしくはサラパイロンって言ってこうお皿のパイロンですねで、やっていました。で7箇所ですね、スラローム5箇所とこっち左側に2箇所で合計7個のパイロンを使ってやるトレーニングになります。これを後の実践編の方でですね、どういう風に設置するかなんかは、見ていただければ分かると思います。今回はいつものように18分の1のラジコンを使って走りますので、少し間隔が小さめの 1.5 メートル間隔ぐらいの間隔になると思うんですが、ミニシャーシ、M シャーシですね、タミヤの M シャーシ等でやるときは2メートルぐらいの間隔でやるとちょうどいいのではないかと思います。これはちょっとしたスペースですね、ちょっと広いところじゃないとできないかもしれないんですが、すごく練習になると思いますので、ぜひ試してみてください。それではどうぞ。はい、それではコースの紹介をしていきたいと思います。走らせるマシンはですね、いつものように18分の1の、ミニバギーですね、こちらの方を使っていきたいと思います。見たわかるように、ペットボトルを今回7本使ってコースを作っています。ペットボトルの間隔はだいたい 1.5 メートルぐらいの間隔で置いていると思います。はい、これは場所の広さによっていろいろ変えるといいのではないかと思います。スタート位置がまず置いてある車の位置、ここがスタートになります。ではちょっと走ってみたいと思います。基本的には行きはスラローム、戻るときは外周を守ってストレートで戻るような感じになります。それでは行きます。ちなみにですね、いつものようにこちらの方はスローモードで走っています。行きます。ここでもスラロームですね、スラローム。でここで外側をこう回ってまっすぐ帰ってきて、これで一周ですね。こういう感じでだいたい3周から5周ぐらい、5周ぐらいが僕はいいんじゃないかなと思うんですけれども、こういう形でただ単に練習するだけでもいいんですが、できればまあ2人以上いるときはラップを測りながらタイムアタック形式でやるとすごく緊張感があっていい練習になると思います。まあ、今回はちょっと測る人がいないので普通に走っていきたいと思います。それではスローモードでちょっと本気で走ってみたいと思います。いきます。次ラスト一緒にします。ここでゴールという形になります。最後ゴールは、まあ、こちらの左側のラインの方でゴールにした方が、まあ、タイム計測の方ですねやるときには便利なのではないかと思います。はい、それで普通の練習方法ですと、普通にスラロームで行ったらスラロームで帰ってくると思うんですね。例えば今ちょっと走ってみますけども、
こういう感じですね。ここでまたスラロームでこうやって、まあこれはこれでとても練習になるので、まあこれはこれで最初に練習していただくのもいいと思うんですが、スラロームっていうのは意外とタイミングなので、ステアリングをリズムよく切っていくと、意外とこう走ってるとなんか体に染み付いてきて走れてしまうんですよ。でも今回この僕が練習しているように、スラロームと直線をこう複合させると、いろいろな要素が練習できます。ちょっと説明していきますと、まずスタートして、最初はここはスラロームですよね。ここのスラローム、ここまではこう左右でちょっとでもこう切るのが遅れると、今ちゃんと走れてますけども、これがちょっとこうリズムが遅れただけでもすごいこう修正で戻すのが大変なぐらい、最初なかなか難しい走りの練習になると思うんですが、まずそこでこう左右のリズムをまず養っていただいて、でここからですね、今のあそこの位置からここを今度こっち側のこう左側ですね、こっち側にこう移動しますね。ここは何ができるかというと、今まではこう左右の小さい切り返しでこうリズムパン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 っていうだけで、それこそステアリング全開でも全然良かったと思うんですが、ここに来てこう左カーブですね、大きい円を描くカーブを曲がるようになりますので、ここを曲げすぎると左側のストレートに入ってくるところは窮屈になってしまいますので、すごくタイムロスになってしまいます。これは僕が昔タミグラに出てた時に、やっぱりこう最終コーナーからストレートにこう入っていくのアプローチですね、ここがやはりすごく大事だったもので、そこの練習にすごくなりました。まあ、それを想定して練習していました。でここからまっすぐ来て、でここからこう回るわけですが、やはりスラロームっていうのはやはり常にコーナーを曲がっているので、速度が乗りにくいんですね。で速度が乗っていないと、やっぱりこう結構急ハンドルを切ってもそんなにマシンが挙動が乱れるということがないんですが、このように結構長いストレートを取った後の大きいコーナーですと、ちゃんとですね、こう速度とかステアリングを切り始めとか、まあ、切る角度とかをちゃんとしないと、ちょっと今、やってみますけど、こう曲がった後にこうですね、ここで無理するとっていう感じで、結構ですね気をつけないと簡単にスピンとかをしてしまうんですね。速度が乗るという方は実はそういうことなんです。でそういう速度も乗る、そして速度の乗らないスラロームでもこう走るということで、いろいろな練習ができるということで、僕はもうタミグラの現役時代ですね、この練習はかなりやっていました。一番やってた実践的な練習がこれかもしれないですね。はい、でその時は使っていたマシンは M03 を主に使ってやっていました。この練習にはタミヤの M シャーシー、特に FF ですねがすごく向いていると思います。ステアリングなんていうんですかね、タックインとかもありますし、こうコンパクトでキビキビ動くので、すごくタイムなんかも測ってると本当にコンマ1秒を争うようなタイムアタックができるので、友達と勝負してても友達のタイムを更新したら、じゃあ交代ねみたいな感じでよく練習していました。はい、ではもうちょっと走ってみたいと思います。いきます。この外周からこのスラロームの入りなんかもかなり重要ですね。ちょっとここはこのままスラロームで戻ってきます。はい、では、今はスローモードなので割とこうおとなしめに走ることができているのですが、ここからですねちょっとノーマルモードに戻して、握ると速度が出る状態の車で走ってみたいと思います。ちなみにちょっと外周一周走ってみますね。こんな感じですね。かなりタイヤに対してグリップがちょっと足りないので、無理すると簡単にブレイクしてしまいます。はい、それではちょっと3周ぐらい走ってみますね。最初はゆっくり、最初の1周はちょっとウォーミングアップで1周ゆっくり走って、2周目あたりからまあ挑戦できればちょっと前回に近い走りで、走ってみたいと思います。それでは行きます。1周クリアしました。ここから2周目ですね。
これ最終ラップです。やっぱりなかなか、やっぱりこう速度を出そうと思えば出せるんですが、ちょっとですね、サスペンションとかグリップとか、あと一番大きいのはこのステアリングですかね。ちょっとステアリングが遅すぎるので、なかなかこう修正打が追いつかないので、やっぱりこう出せるスピードを出してしまうと、なかなかですね、こうマシンの方が許容しないので暴れてしまって、逆に遅くなってしまうのかなというふうに思います。だから本来であれば、先ほど言ったようにタミヤの M シャーシですね、ちゃんとレース用のメカを積んだもので練習をすると、もっとこうキビキビとラインを詰めて走れるので、いい練習ができるのではないかと思います。この車での練習というのは、速さというよりはその車に応じてどこまで性能を出せるかっていうのを探る練習にはまあいいのかなと思うので、例えば僕がミニッツに参加しているプロダクションクラスの練習なんかにはとてもいい練習になるのではないかなと思います。はい、それでは最後にもう一回ですね、3周普通に走ってみたいと思います。全然フルスロットルにできないので、もう本当に触るぐらいのアクセル感覚ですね。これでラストにします。ゴールということで、ちょっと場所レイアウト、違う角度から見てみたいと思います。ちょっと斜めのレイアウトから、ちょっと撮影してみますね。この角度から見るとまたちょっと見方が変わると思いますので、こちらの方でもうちょっとですね走ってみたいと思います。それではちょっとまた3周ぐらい行ってみたいと思います。3周目ですね。かなりスピードを抑えて走ってます。はい、3周走りました。という感じでですね、スピードはもっと出せるんですが、ちょっと路面グリップの低さとかですね、マシンのポテンシャルとかを考えると、これ以上走るとちょっとこうまっすぐもまともに走んないのかなと思って、今ぐらいの速度に抑えて走ってみました。という感じで、とにかく、何でもかんでもスピード出せるならガンガン握った方がいいやなどとは考えずにですね、出せる限界の中の速度を探りながらやっぱ走るということが、実はタイムアップには大事なコツだったりもしますので、実践的な練習になると思いますので、何回か今日の中でご紹介したように、もう細かい左右の切り返しから直線の走り方から、コーナーを丸く回ることから、ストレートエンドでの飛び込みから、いろいろな要素が詰まった練習になっていますので、これで僕は結構 M シャーシのタミグラ出てた頃はかなり練習になっていて、実践でもかなり役立ったと思っていますので、ぜひぜひこれぐらいのスペースあるようでしたら練習してみてはいかがでしょうか。今回はペットボトルを使いましたが、大きいラジコンであればサラパイロンとかでもいいですし、コーナーマーカーですね、三角パイロン、よく100均でも売ってますので、そういう感じのものを使ってもいいと思いますので、いろいろ試してみてください。というわけで今回の練習方法はいかがだったでしょうか。本当にですね、今回の練習方法は僕がタミグラに出てた時代に本当によくやっていた練習方法で、自分のそのテクニックの向上という練習にもなるんですが、マシンがちゃんと走るかっていうテストにもすごく使える練習方法になりますので、僕の場合はレースの直前とかにですね、マシンの調子を見るぐらいの感じでポンポンポンってパイロンを置いて走って、これなら大丈夫だなっていう形で本番のレースに挑んでいました。はい、今回最近使用しているこちらのマシンなんですが、ご存知のようにAmazonの方で8999円で買ったすごく安いラジコンということで、値段の割には、全然トイラジではない、ホビーラジコンといっても過言ではないぐらいすごくよくできた車なんですが、さすがにやっぱり安いマシンということで、この操縦神経の性能の方がですね、どうしても
ちょっと劣るかなっていうところで、特に今回やったようなスラロームですと、こう左右曲がる時のステアリングスピードとかがすごく重要になるんですが、その速度に関してはやっぱりこうちょっとついてきてないのかなっていうところがあるので、あとタイヤグリップですよね。そういう意味では練習にも当然なるはなるんですけれども、本番のレースの車の想定してやる場合にはちょっと役不足なのかなっていう部分を少々感じるところはありました、はい、ただですね、まあ、こういうもので、動画中にも言いましたが、こういうその時にあるマシンで走るという練習もしておくと、例えばレース中にトラブルとかがあった場合に注意してる時間なんかはないですから、そのままの状態で走らなきゃいけないんですが、そういう時にですね、常にいい状態のマシンでしか走ったことがない方の場合は、そこでレースが終わってしまうこともあるんですが、そういうどんな車でも走れる状態を作っておけば、ホンダ WD の車がシャフト1本がダメになって、もう三輪駆動ですよね、三輪駆動になったとしても最後まで走れてしまうというように、結構対応力をつける練習にもなりますので、そういった意味ではこういうものでも十分練習になるのかなと思います、はい、というわけで今回はですね、スラロームを基準としたちょっとそこにストレートを加えた実践的なトレーニング方法をご紹介しました。もう何度も言うようですが、僕の今までのラジコン人生の中では、本当に今回やった練習方法を一番練習というかレース前の調整としてやったような気がします。はい、これともう一つ、もうちょっと広い場所でやれるような、レイアウトがあるんですが、そちらの件についても、今後ですね、タミグラの方をメインに活動している人の、まあ、いい練習になると思いますので紹介したいと思います。今回はスラロームを中心としたタミグラをメインで活動している人の向けた、練習方法をご紹介しました。